はい、じゃあ A 番台で行います決勝戦。 1P 側、テレーサージャム FAB ゴジャム研究者ファースト井上セイソルチーム先方テレーサージャム、対しまして 2P 側、マスコット、本日のマスコット3号メディアラークメイ大阪 C ファースト、カズキ DC チームとなっております。よろしくお願いします。さあハイスラー激リン捉えてバスをしよう。さあ IP 捉えて龍神龍神ほいほいほいと決め切って消費では打たないですね。まだ入るですね。さあ神木千里をガードさせてダメージをエンゲスからエンゲス立ち入りなんかすごいことだけど相手バカだから一生突っ込んでくれて大阪さんの声っぽいのが聞こえたんですけど、中段キットナーキエス当たらないが中段キットホシフ、さあ激に置いておく。さあ無理をしたくない。さあここでプレッシャー千里が当たってしまう。龍神から拾ってホイホイ、そしてもう一度貯める。オプション中段金 S 足払い龍神から天狼中央に落ちているような気がするんですが、出してすぐさま戻って龍神叩きつけてからの奥攻め、コパンからの逃げ。さあ先天あーと龍あん、うん、まだ生きていないな、どうなってんだこれ。さあジャンピーこっちもモノともせず針を回収。上海 S 空中出しキャンセルですが放置から YP。リュウシが流れてびっくりしたじゃない。リュウシだけは分かるね。さあ行きましょう。出てくるな大阪 B ファースト、先ほどの試合ね勝っていますんでね、リベンジマッチといったところでしょうか。しっかりバースター直下してお前のバースター読んでいるとしっかり返していきます。うん、キャップが一瞬見えましたが無敵の前に潰して龍神食べる激鈴かなこれ。さあここで激鈴もう一度刺して激鈴 FB 安薙前ハイからここはデッドアングルガードしてすぐさま切り返す。作っていたらねジャムのゲージも一生増えてしまいますんで、デッドアングルは読まれない限りやっぱ強いですね。安定です。龍神龍神天狼傘手、そしてヒット数も稼い、あっとここでコンボミスってしまったが、今新しいコンボって感じでね、おうおう関係なかった、いやいや止まってましたけどね。さあ装填テンションアップ、激にもしっかりガード、コーパンドリルドリル、ここは同じように返していく。さあこの試合展開でね落ち着いております。そう、これ危ないが強引前に出していく、龍神がぶっ飛んできそうでしたけど、ここはもうお互いに相手してもいいという感じでね出していったところでしょう。ニス上海龍神激鈴ニス S サイから剣狼溜めて中段立っている、そしてデッドアングル素晴らしい、マイハイスラを重ねるハンマー。さあジャンピーで追い返す、空投げさせない、FB100 歩100歩ゲージを吐いてしまいましたが、龍神龍神画面端チビがいるのでこのチビを縦にしなが、あーっとキャンセルになっている、デッドアングルチビキャンセルからわっと早い、前ハイはしっかり立って体力回復はファースト、ここは耐えたい、時間を稼ぎたいが、これ死んだでしょう。メテオはバスを使っていく、愛を投げる、空中瞬に行け、落ち着いている、ここは最後に耐えたい、足払いからドリル、何を待つか、愛を投げて上を見るか、じゃあこれはうまい、ドリキャン2回でしっかりねタイミングをずらしてきました。ファースト、ああいう細かいところはね分かりづらいんですけども、しっかりドリキャンとかで体育をずらしたりとかね、かなり頑張ってる感じしますね。さあしかしここは龍神が刺さってしまって、ここは戻ってくるが、さっさとうまい爆速回避、足払いからさっきからチョコレートしか出ない、キャンセルが怖い、
S 打ち上げて後ろジャンプキャンセルから激輪当てて前ハイから、ここはダウン奪えませんが、これは逆に美味しい状況、下で待ち構えるジャンプ非常にめんどくさい。レバーの回し方やばかったね。グラグラグラです。いや試合終わってたけどね。絶対見せちゃいけない。さあ4対4ですが、まずステリスが2打手を成功。さあ和樹さんを大将に置いて、まず出てくるのはラクメイ。さあここは何とかして止めたいラクメイ。まあ、アイビー牽制に合わす。さあテレサが壊れそうだ。じゃあはい、ジャンディ S に対してジャンプ S 下から突き上げて超人から投げ抜ける、間に合わず。スタンプからさあ攻めが始まる。じゃあはいスタンプ、ここは 2S 早い。そしてマイハイ追加だけ当たって千里、 TS2 杯マイハイ追加に対してバソ激凛早すぎです。ここはうーまい堅牢でボン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 、はい、しっかり壊しきる。さあ、海洋君立ち合いの空振り、円安をぶち込み一気に画面足。あーっと、ここは反応してマイビーを出したんですけど、反応しててマイビーを出してしまうと負けてしまうタイミングの激凛ですね、強いです。さあ、縛りから大きい前面を飛んでいく。ケース着地までに殴りたいんですけども、これは龍神が溜まっているので追加ドンで超飛かっこよく決めて3打で、そして出てくるのは和樹さんのディズニーです。さあ行きましょう、テレサジャム対するカズギディジー。さあ乗っているテレサジャムを止めることができるか。見えないこのジャンプ P すごいね、すごかったですね、俺もヤバと思って気づいたら食らってました。しかしここで捉える、切り返しはかなり、ゲージがないと弱いんで、ゲージがあっても弱い方なんですけども、さあこれは一気に形勢逆転、うまい、素晴らしい。そしてまだ残っている木の実、空中投げはさせない。上海上海がお互いに出て、さあここは落ち着いていきたいところ、円安から攻める攻める前に出る。さあ話し合いに先生噛みつかれて、木の実の先生前に出る、テレサ強すぎる FB100 歩。さあ4盾リーチ、あらら、あははじゃねえ、当たり前だろ、やばいやばい、構えられて D 紙から金 S タッチ支配、サッカーな画面端、いやなるほど、安い安い、かなり生きてる、テルサーまで生きてる、ぐちゃっつって生きたけど、テルサー安いよ安い。 FBI は追いかけてくる、木の実しっかり直下戻ってきて、デッドアングル奥攻め開始、フォルトでしのぐしのぐ、前はい飛ぶ。さあここで千里が当たってしまった、痛い、助け広い、前ハイ追加のヘビーから前ハイ 2K、 キャンセルが怖いがジャンペースがキャンセル出ない、ダブルアップ激凛引っ掛ける子がバーストを使わない、死んじゃー龍神、なんでったやりゃってたお前天国から地獄へ、プーさんみたいな顔してた。後ろさあ出し投げ、遅えよお前、あー上り中段見えない、そしてバースは全くの空ということは自力でダーブ、安くないよもうそれ、おいもう安くないよ、あはははは、ほらみんながやばいもの見たって感じしてるね、あはははなんで当たんないんだろうね、さあ2人見えたけど、キーシャワーストちょっとここを止めないと、まあディズニーもきついです、ここ止めれば念願の吉田さんに会えるかもしれません。さあここはタッチ系ヒット、
2系だ、ごめん、2系から差し台風がつながりますんでね、非常に今回強力、しっかり耐え切る。木の実は残って、あ、馬が残っていますが、投げ返していったのはファースト。さあしっかり直下、タッチ系で押し返し、ロマキャンから、おっとここもミス、しかしドリルで美味しいダメージ。さあ投げ返しに対しての垂直ジャンプ、キーシャファーストが冷静。さあ優勝エリーシー、そして第2ラウンドはまずは開幕エンエスを引っ掛けて、かなりね相手にプレッシャー与えてきます。さあここは先制ですが、カウンター確認からしっかり装填まで。さあ空中投げ、先ほど耐えることができましたが、ここもなんとかしのいでいきたい。 D 魚ヒット、残っているレーザーでもう一度、そしてレーザーからの D 魚当たらず、距離を取ります。さあ明かりが出ている、お互いに警戒して距離を取る。しかし円安あと一発耐えるかわからない、この体力、泡が割れる、後ろから来ない、バスをしよう、後ろから投げている、耐えれるか、鉄板、あー一撃ジャンプが出てしまった。最初ラウンド、さあ開幕マイジャンプ2回すら大きさの開始、レーザー残っている、マイピー体育をしっかりね察知して後ろジャンプ回避できます。 D 魚がレーザー、その遠距離からのプレッシャー耐えれるか、裏に回っている、今回この現象が非常に多い。さあ自動破裂を待って前に出る、さあダッシュタッチピー、投げさせない、しかし投げている、レーザーヒット一気に画面端、レーザー重なって着地下段、円安からあー補正切りになってしまっている、ジャンプ D2 段立ち入りでしっかり止めて、カズキディディが勝利。どうすんだどっちが出るんですかこれ。俺のカード使う、俺のカード使う。カードがないって言ってね、自分のカード持ってたからね。さあ3人目出てくるのは井上聖鶴。さあ念願の撲滅まであと1人といったところですけども、強敵井上聖鶴、このバージョンになってディズイーとあんまやってない気がするんですけども、しっかり対応していくことができるでしょうか。試合の中で合わせていくか、あーっとディカミ非常に痛い確定反撃が入って、顔が赤い。さあ投げが抜けられない、中央大きい攻め、これは泡ウキンバーストで返していきますが、まだレベル1の状態ですので、カフにいるぐらいしか大きなダメージがありません。なのでちょっと厳しいが、コパンでこちら返す。さあ美味しい、大きいレベル2返して、もう一度泡を割れている。さあ辛い状況、明かりが連続ヒット、一本選手はカズキディズイ。さっさとまとわりついていきたい、ダッシュ投げ、投げ返し、前のキース投げ仕込みですね、三回目から歩いて投げる、返せない、昇竜拳もしっかり先行っているが、ここはチャージバースト、青キャンで着地投げ返していく、着地に確かに仕込んで、マイピーからガンガン前に出る、ホルトを使って距離を離したいんですけども、ブロックヘッドの有利時間が強い。さあ空中ダッシュ、足払いからここは木の実、目の前に泡があるが関係ない、ファフニール貫いて大ダメージ、あとワンパンといったところ、ジャンプ引っ掛けても痛いですかね、この状況では。なんとかまとわりついていきたいんですけども、ちょっとね気を緩めちゃうと話し合いできちゃうんでね。さあ複数のリーチが入って最終ラウンド、さあここでまずは触っていくのはセズル、これ美味しい状況、ミスダッシュ止める、カウントヒットになっていませんが、泡をすくって木の実が残っている、関係ない、前でロッキン出る。さあここでバーストしよう、
ブーメランを警戒しつつ、泡がヒット、泡をヒット前に出してロッキーレベル2当たらず、翔はクッシュダッシュ、離し相手が残して投げを決める、ハイサルディからさあ補正切りも怖いんですけども、ここはしっかり完走からジャンプ系の受け身狩りを置いとく、さあ流れが変わるか、ジャンピー置いとく、ジャンピー PP から K 昇竜拳、レベル2なのでここは迂闊に先制ができないか、空中バックラッシュにゼロフレ発生のサーブ以上合わせて勝ったのは井上先生となっております。おめでとうございます。まだですね、まだ遠い、まだまだ弱いです。はい、じゃあそういうわけで本日も途中から、4対4の4になってしまいましたけども、まあ盛り上がったんでよかったと思います。押田さん出てない、あ戦力外まあこの後ね A1 台あの配信しておきますので、あまあぜひぜひ撲滅頑張ってください。お疲れ様でした。本日の優勝チームは、井上聖ソル FAB ポチョムキンテレサジャム、名前言ってないやついたっけ、キーシャだ、箸忘れてた、ごめん、ありがとうございます、おめでとうございます、誰かいねえなと思って、お疲れー。